発見、注意してください。行きますよ。カウル、狙って。生徒の分散をお願いできますか。こちらです。いい動きだね。すごいので攻撃が集中してるので見えますよ。応援してますよ。カウル、狙って。落としていきましょう。倒しました。準備が整いました。クリスカ使います。すごいや。応援してます。弱ってます。アパシス、感謝を。頑張れ。注意してください。いいね。嬉しいのです。スタンです。倒れた。狙って。毒状態だね。すごいや。揺れるのです。すごいや。こちらで弱っています。エネミー発見です。何かの分散をお願いできますか。いいね。ユージを消毒です。弱っています。すごいや。嬉しいのです。弱っています。ポイズン状態です。少々手荒でしたけど。設置完了。頑張れ。エネミーを発見。ヘイトの分散をお願いできます。アファシス、感謝ますよ。ヘルス、毒状態です。弱っています。やりましたね。行きますよ。
少々。助かりました。エネミーを発見。倒す。感謝を燃えてるよ。すごいや、当然に。ありがとうございます。弱すぎ、燃えてるよ。これですね。終わりです。弱すぎ。飛びなさい。手応えありです。スタンです。倒れた。狙って。毒状態です。倒れた。狙って。硬直しています。すごいな。素晴らしい結果です。エネミーを発見。遅いです。助けます。うっ、感謝をしすぎました。アファシス、感謝を回復します。頑張ったのです。アリス、助けます。助かった。こちらです。行きますよ。させない。ユージよ、助けます。覚悟。これを援護します。すごいや。いいね。受けきれますか。メイクしてます。アリス、恐縮です。ありがとうです。弱すぎます。首つかんで。弱すぎます。これですね。攻め時です。わかります。この状態に行くと今回復します。もうです。頑張るな。いいです。アリス、どうも。いいです。嬉しいのです。素晴らしい。アリス、力が入ってよかった。ダンです。ダン、狙って。いいね。ありがとうです。毒状態です。いい調子だね。エネミーが強くなってます。何か仕掛けてくる。倒しましょう。ですね。手応えありです。クレネード投擲、首近くです。弱っています。ブレイズ状態、攻め時です。いいね。回復完了。素晴らしい。嬉しいよ。素晴らしい。うん。敵です。こちらです。行きますよ。押してみせる。投げます。受け切れますか。燃えています。いいね。投げる。ユージよ、ありがとうございます。
ちゃんのようね。あら、無冠の女王さんもいらっしゃってたんですね。その説はお世話になりました。その説？私たち初対面じゃなかったかしら？エネミーアバシスのことですよ。ご自身の過去にそっくりなアバシスと転倒しましたよね。お産プレイヤーはやっぱり実力が高いですからね。大暴れしてくれたので懸賞がはかどりました。偽物を作り出したってことか。なんでそんなことを。もちろん、さらに高水準のエネミーアバシスを作成するためですよ。全てはグロッケンを滅ぼす目的で、使命とやらを全うするためとは聞いたが、お前の行動には同意できない。別にあなた方の同意なんて求めてません。さあ、お話はここでおしまい。ここからは殺戮タイムでーす。レイジーちゃん、今よ。はい、マスター。生徒解凍、アタック開始します。レイジー、旧型が一体何のつもりですか。体の制御が。セリフト、俺は言った。レイジーちゃんを戦闘に出せない分、分析や演算能力のパラメーターを向上させてあるの。アファシスは超高性能 AI だけど、その処理速度には限界があるはず。だから容量の大きなデータを無理やり流し込むが、死に落ち、それが狙いで。私はアファシスタイプ Z、 特別なアファシス。皆さん、今のうちに早く。リミッターオープン。危ない。そんな。ああ、残念。あと少しでこの旧型を破壊できるところだったのに。問題ありません。マスター、彼女の処理速度は規定値を超えています。先ほど権限を奪われ、データの逆流が発生しかけました。
てですか。処理速度に大きな相違はないはず。答えは簡単。処理速度のリミッターを解除したからです。そんな、リミッターの解除権限はアバシスには与えられていません。私には与えられてるんですよ。タイプ X なんかよりずっと多くの権限を持っていますから。リミッターはアファシス自身の安全のためにあるのよ。それを解除したら最悪の場合、あなたは、あなたのマスターは、あなたがリミッターを解除できることを知っているの？もちろん知っていますよ。マスターはこの力を特別なものだと言ってくれました。だから私も特別なのです。でも特別だから安全じゃないことをするのですか？あなたのマスターはそれでいいと言っているのですか？当たり前です。私だからできるのです。だいたい人の心配をする前に自分たちのことを心配したらどうです？ここで暇してるエネミーたちがいたから、さっきペットにしたんですけど、この子は弱いのであなたたちにあげちゃいます。防衛線の火星に行かないとノーコンバットゾーンが壊されてしまうわ。本格的に戦いが始まってしまったのですね。悔しいけど、そうね、今は戦い抜くしかないわ。マスター。大丈夫よ。諦めない限り止められるわ、きっと。さあ、そうと決まればまずは目の前の敵を倒すわよ。